ございます。さっきです。たえです。さっきたえチャンネル行ってみよう。本日は私たちの髪色をチェンジしていきたいと思います。はーい。何色ですか？派手色。派手色。おお、何色かな？みんなが振り替え。私はちょっと頭ちょっと全部に色を入れて。で、さっちゃんはインナー。なんか毛先入れていきたいと思います。はい、本日のカリスマ美容師ガレットのひとしさんです。よろしくお願いします。今色落としてます。ブリーチ中です。めっちゃどうなった？白い、めっちゃ白い。あ、そう。これだけでもいいね。怖い。怖い。いいじゃん、それ。半分それでいってみようよ。やだよ、光らんなっちゃう。光いいよ、その半分に。バッカー、いないしね、まだこういう色の人ね。浜松にはいないよね。え、東京にはいっぱいいる。確かに街歩いたら2、3のみたいちゃんのを見てはってなるんだ。なるよね、うん、だから半分にこうやって描いてく。半分でここに鏡置いとく。鏡、半分で鏡置いてただいまずっと同じ方向向いてる、ずっと。まあ人生ね、一度だし。そうね、エンディングの音ね、うん、そうそう。死ぬ前にやりたいこと10か条みたいな。ブルーにする。髪の毛2色の色です。やった。いや、最終的にやっぱレインボーでしょ。ユニコーン色すごいね。筋でだって何色？7色。大変だよね、一個一個めんどくさい。ラップして1本やってラップっていう風にやった。どういう風にレインボーに入れるか、縦に入れるの。横に入れるの。こう渦巻くように入れるから前からそこ、何、層にしていく。層にこういう層、何層も遠くから拝まれる感じ。なんかゴゴがせこうやってみんなこうやって拝む。拝んでくれる、うん、歩くお釈迦様みたいな。そう。私いつもレフ板持って歩く。昔ってこんなカラー流行った？こんなブリーチ指定カラーとかって昔なかったよね。ないよ。もうカラー抜いて終わりだよね。ちょっとこの人たちちょっとひどくない？もう一つ会話するって言って流れが。だってこれさっき一通りした会話なんだもん。その会話しようっていう会話。一人でなんか待ってテイク2やってるし。もう一つくないこの人。ただの、そうなんだよ、昔やった本気の方でさ。やったんやね。スイープたじゃん。一休さんみたいな。トントン。一休だ。これで巻くとまた出るのね。そう。ちょうどいいわ。これ全部が全部これだったらしい。かなりヤバい人になるからね。いや、私あやみれいになりました。さあ、きらー、はい、水色になりました。はい、どうですか、夏らしいですか？夏だね、うん、海にぴったり。こんな感じで水色になってみました。はい。もしこのチャンネルがいいと思ったら、グッドボタン、グッドボタン、あとチャンネル登録、あとコメントください。待ってます。行ってみよう。行ってみよう。